ごたりょうす、今日なんですけど22年秋、メゾンマルジェラ22年秋冬セカンドかな入ってきましたご紹介しようかなと思います。今回こちらポンジャーマンの黒、はい、当店では初かな、一番最初に一回言ったかな、ちょっと忘れましたけども、まあ長らく入荷はしていないかったこちらの黒ですね。まあ、マルジェラのジャーマンというか、まあ、僕が今これ履いてるね、これまあ汚いですけど、このまあオフホワイト、これがまあ割と定番カラーとして認知はされてると思うんですけど、ブラックもずっとありまして定番色として、はい、今回ちょっとやってみました。黒どうでしょうか、はい、まあ単純に色違いって感じですね。ここのアッパーというか、もうソールとかは全部一緒です。で、お値段が、5万9000円ですね。こちらは秋冬のシーズンのものなので値上がり後のものになります。で、さらに言いますと次の 23SS、 僕この間展示会行ってきましたけど、さらに値段上がります。ジャーマンこっからさらに上がるんですよ。なので 22SS までは今まで、5万4000円だったのかな、5万4000円だったのが今シーズンで5万9000円になって、来季シーズンまた上がります。なのでもし迷われてる方は本当今シーズンでも買っといた方がいいですね。22年の秋冬でも、うん、これも決定してるんで、マルジェラのジャーマン物全く一緒なんですけど、もう昨今の円安だったり物価が上がったり、まあ、原油価格が上がったりとか、なんかまあそういう諸々の要素が絡み合って値段上がります。物一緒なんで、なので本当にね、ブラックもそうだし、オフホワイトの方も、色を問わずに全部値段上がるんで、マジで迷ってる方は早く買っといた方がいいですね、うん、物一緒なんで。こんな感じです。黒も結構渋いっすよね。黒も結構渋いね、うん、まあ白の方がやっぱ汚れとかがいい意味で味としてねつくんであれですけど、黒も黒でやっぱ渋いっすね、うん、まあ、定番色なんで黒は非常におすすめです。履き心地とか一緒なんでね、非常に履き心地いいです。でシューレース外してもね、内側にゴム入ってるんで、スリッポンみたいな感じでも履けますし、定番です。はい、そんな感じでございます。概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひともチェックしていただきたいのと、基本的に再入荷ございませんのでよろしくお願いします。急げ。ではまた。